フィンランドのロバニエミの、オーロラアラスカのオーロラメディアを再生する、第28次長期滞在のクルーが、国際宇宙ステーションから撮ったオーロラの映像。撮影時刻は、グリニッジ標準時で2011年9月7日17時38分3秒から17時49分15秒。場所は、インド洋南部のフランス領南方、南極地域から、南オーストラリア上空にかけて、 オーロラは天体の極域近辺に見られる大気の発光現象である。極光とも言う。極域により北極光、南極光とも言う。イカ本校では特に断らない限り地球のオーロラについて述べる。女神の名に由来するオーロラは古代から古文書や伝承に残されており、日本でも観測されている。近代に入ってからは両極の探検家が その存在を広く知らしめた。オーロラの研究は、電磁気学の発展とともに進歩した。発生原理は、太陽風のプラズマが、地球の磁力線に沿って、高速で降下した気の酸素原子や窒素原子を、冷気することによって発光すると考えられているが、その詳細には未だ不明な点が多い。光以外にも、各種電磁波や電流と磁場、熱などが出る。 音を発しているかどうかには、議論がある。両極点の近傍ではむしろ見られず、オーロラ帯という楕円状の地域で見られやすい。南極と北極で、形や光が似通う性質があり、これを、共約性という。地球以外の惑星でも、地磁気と大気があれば出現する。人が、地球上から目視できるオーロラの色には、主に青や緑、赤が挙げられる。 さらに状況さえ再現すれば人工的にオーロラを出すこともできる。アウロラオーロラという名称はローマ神話の暁の女神アウロラに由来する。ただし科学術語になった過程については定説がない。オーロラという名称が使用され始めたのは17世紀頃からと考えられている。名付け親は一説によるとフランスのピエール・ガス・サンディでエドモンド・ハレーが 自らの論文の中でこの説を述べている。もう一説は、イタリアのガリレオ・ガリレイが名付けたという説である。当時彼は、宗教裁判による命令で天体に関することを書けなかったため、弟子の名を使ってこのことを表している。オーロラという名称が浸透する以前から、現象そのものは、紀元前から、様々な地で確認、記録されている。 アリストテレスやセネカはオーロラを天が避けたところであると考えていた。特にアリストテレスは気象論で天の割れ目と表現した。また、日本では古くは、石器、紅器などと表現されていた。現代日本語では、北極近辺のオーロラを北極光、南極近辺のオーロラを南極光と呼ぶこともある。北、アメリカやスカンジナビアでは、 オーロラのことをノーザンライツと呼ぶが、徐々にオーロラも使うようになってきている。また北極光をノーザンライツ、あるいはオーロラボレアリス、南極光をサザンライツ、あるいはオーロラオーストラリスと呼ぶ。オーストラリアではオーロラのことをノーザンライツと呼ぶ。時にはオーロラポラリスと呼ばれることもある。北欧などではオーロラはワルキューレの鎧の輝きが、 北の空に反射したものだとする伝説もある。日本の観測史については後述。その頃、アンティオコスは、再度のエジプト攻撃の準備をしていた。折から、前肢におよそ40日にわたり、金肢の衣装をまとい、槍と抜き身の剣で完全武装した、騎兵隊が空中を駆け巡るのが見えるという出来事が、起きた。すなわち、 体を整えた騎兵が各々の攻撃や突撃をし、盾が揺れ、槍は林立し、投げ槍が飛び、金の飾りや様々な胸当てがひらめいた。そこで、人は皆、この出現が吉祥であるようにと願った。マカバイキニゴ章1、2、3、4節、中国や西欧ほどの井戸では、オーロラの活動が活発な時に、オーロラの上の部分、赤い部分が見える。 このことから中世ヨーロッパでは、オーロラの赤から血液を連想し、災害や戦争の前触れ、あるいは神の怒りであると解釈していた。また中世までのヨーロッパでは、オーロラを、空に、剣や長層が現れて動いた、戦ったと表現することが多い。これは、オーロラの縦縞が激しく動く様を表している。 ただし、水星も空に現れる強調とされていたため、オーロラなのか水星なのか判別できない記述もある。古代中国では、オーロラは天に住む赤い竜に見立てられ、やはり西洋と同様に政治の大変革や不吉なことの前触れであると信じられていた。古代中国には赤い蛇のような体を持ち、体調が地里に及ぶとされる、食影という神が信じられており、 中国の神話学者、南神は、大地の最北極に住む食影はオーロラが、神格化されたものではないかと論称している。その一方で、中国の考古学者、ジョアキラリュウは、食影を、中国神話の神である宿友と、同一神であるとし、太陽神、家神ではないかと述べている。また、中国の古文書の中で、天狗、貴蛇、石器、白木、龍などと、 表現されている天文現象の中にもオーロラのことを指しているのではないかと推測されるものがある。北欧神話においてオーロラは夜空をかけるアルキューレたちの甲冑の輝きだとされる。北欧ではオーロラにより死者の世界と少女の世界が結びついていると信じている人が未だにいる。またエスキモーの伝説では生前の行いが良かった人は死後。 オーロラの国へ旅立つと言われている。ロシアで1890年から1907年まで出版されていた百科辞典に載っているオーロラの差し絵。近代以降、両極を探検した人々がオーロラを記録に残し始めた。ジェームズ・クックは1773年2月の航海誌に天空に光が現れたと残しており、世界で最初に 南半球のオーロラを見たヨーロッパ人であると言われている。オーロラを世に広く知らしめ、社会のオーロラへの関心を大きく高めた。出来事としては、ジョン・フランクリン隊の遭難が挙げられる。フランクリンは北西航路を発見するために1845年に出港し、その後行方不明となった。 消息の途絶えたカナダ北部へとフランクリン隊を探すために多くの救助隊が向かいそこで見たオーロラを報告書や回顧録に残したのである両極を探検した人々もオーロラを手記や記録に残しているフリーチョフ南線の著書や日記には木版画や絵画のオーロラが掲載されているまたロバート・スコットも日記にオーロラの様子を残している折りたたまれ揺れる 光のカーテンが空に立ち上がり、そして広がり、ゆっくり消えていく。かと思うと、また生き返る。このような美しい現象は、大自然への異形の念を持たずに見ることはできない。オーロラが人の心を動かすのは、何か捉え難い、霊妙な生命に溢れたもの、静かな自信に満ちて、それでいて絶えず、流れ来るものを暗示することによって、人々の想像力を刺激するからである。 ロバート・スコットの日記より、オーロラの発生原理については、古くから多くの科学者たちが解明に努めてきた。特に18世紀から19世紀にかけての、オーロラ研究は、電磁気学の誕生と発展そのものである、という研究者もいる。まるで地面から吹き出したように見えるオーロラもある。エドモンド・ハレーは1716年3月に、オーロラを観測して、論文を発表した。 ハレーは、オーロラの島模様が、休憩磁石の磁力線と一致しているのを認識し、磁気原子という仮想の原子が、地球内部から吹き出してきて、それが磁力線に沿って発光するのではないか、という仮説を立てた。フランスのドメランはこの説を支持しなかったが、ジョン・ドルトンや、ジャンバティスト・ビオは支持した。特にビオは、磁気原子の噴出は、火山の噴火によるものだと主張した。 ドメランは1733年にオーロラに関する世界初の学術書を書いた。その中でドメランは剣運を原因とする説を知りけ地球外物質を原因とした。王道孔を作る物質が地球の大気圏で発火するという説を唱えたのである。太陽黒点の数とオーロラの発生頻度に相関関係があることを発見したのもドメランである。また、 同著の中で南半球にも北半球とよく似たオーロラが出るのではないかとも述べている。発生頻度の研究も行われた。イライアス・ルーミスは1859年の太陽嵐をまとめ、1860年にオーロラの発生頻度分布図を作った。図は約1世紀後の国際地球観測年により多くの情報をもとに作られた分布図と比べても、 遜色のないほど正確である。スイスのフリッツは、ルーミスの図を定量化し、一年で、オーロラが発生する日数が、同じ地点を線で結び、アイソカズムと名付けた。カール・ステルマーと助手のビル・ケラント。1910年撮影。1741年、アンデルス・セルシウスとその助手、オロフ・ハイッターは、オーロラが発生すると、 地球事情も変動するということを発見した。またアレクサンダー・フォン・フンボルトは1845年から1862年にかけて刊行されたコスモスの一章を咲いてオーロラについて述べている。彼はベルリンからアルプスの鉱山から赤道から極地まで地球磁場を準定量的に測り、ロシアとイギリスの王立協会に地磁気観測所を進言して設立させ、 一時期の上乱が全球的なものであることを突き止めた。そして、世界中の磁場が乱れて、高緯度地方に強いオーロラが出たり低緯度地方にオーロラが出たりする現象に対し、フンボルトは地球磁場の雷という新しい術語を作った。20世紀に開かれた国際会議により、この現象は磁気嵐と再命名された。19世紀末になると、 X 線の発見や、その研究、またジョゼフ・ジョン・トムソンによる電子の発見に象徴される、真空管を用いた実験が、盛んになっていった。トムソンは、辞書の中で、放電管の光とオーロラの光は同一であろうと、述べている。ノルウェーの物理学者、クリスチャン・ビルケランドは1896年の時点で、太陽から高速で飛んでくる電子が、 地球の大気に突入して光ったものがオーロラではないかと考えた。そして数多くの遠征や小さな地球を模した磁石による実験、地磁気情覧の解析などを経て1913年に研究結果を一冊の本にまとめた。この本の中で彼はすでにオーロラに沿って流れる大電流について述べている。カール・ステルマーはビルケランドのテレラを見て 数学者から理論物理地球学者に転向し、磁場内での家電粒子の動きを計算した。しかし算出されたオーロラの発生範囲が実際のオーロラと違うことから、ステルマーは実測に力を入れ始め、計4万枚のオーロラの写真を撮った。この研究により、オーロラの下場が 100km 上空にあることが確認された。シドニー・チャップマンは1918年に、 磁気嵐の理論の概要という論文を発表した。その後この論文に対する反論を受けて、助手、フェラーロと共に1931年、地球の磁気圏は太陽風によって水星のような形になっているという、チャップマン・フェラーロ理論を発表した。太陽のプラズマの中に未知のものがあるはずだというチャップマンに、学会は反発したものの、数年後に、 未知のものとは太陽の磁場であることが分かった。チャップマン・フェラーの理論は約30年後のアメリカの人工衛星エクスプローラー12号により1961年に実証された。ハンス・アルベーンはアルベーン派を予言し磁場の凍結という概念を確立したノーベル物理学賞受賞者である。アルベーンは磁場の凍結に固執するから太陽面爆発や オーロラを説明できないのだと、自らの理論を軽んじて、若い研究者から異端として扱われた。実際に、磁場の凍結でオーロラは説明できない。その後、チャップマンとアルベーンの間で磁気嵐をめぐる、論争が起こり、チャップマンは、数学的な解に、十分な基礎を置かない施策を避けねばならないと言い、アルベーンは、プラズマは数式を嫌い、そしてまた、 数式の示すところに従いたがらないと言い、ステルマーは、オーロラが、カーテン上である理由を説明できない理論は、オーロラの理論と呼べない。結局私の理論が一番正しいはずであると言った。オーロラの光そのものを分析し、何が光っているのかを調べる研究もなされていた。だがこのアプローチは、文工学そのものの発展を待たねばならなかった。 オーロラ文工学が始まったのは1850年代、そして最も代表的な緑白色の光の波長が正確に測定されたのは約70年後の1923年である。当時の真空放電の装置では緑白色の光を再現できなかったり、文工が不正確で間違った動定がなされたりもした。アルフレート・ベーゲナーは大気の上層には ゲオコロニウムという仮想に存在しない元素があり、これが発光のもとではないかと考えた。ウィリアム・ラムゼーは、著書の中で、太陽中の放射性元素から放出されて飛来する、電子が、大気中のクリプトンを冷気することによってオーロラは、作られると述べている。ラー・シュベガードは電離した、窒素分子の出す光と電離してない、窒素分子から出る光を同定した。また、 窒素の放電管実験で出る光のうちに、オーロラの中にも見られる光が一つあることを発見した。この光は、アメリカのカプランによって同定されたタメベガード、カプランタイと呼ばれる。アンデルス・オングストロームは19世紀後半、オーロラの分光を行い、オーロラの光は、太陽光とは違って、短波長の光と狭い範囲の光の集まりである。 ことを発見したと言われている。そして、緑白色の光の波長を556.7ナノメートルと測定した。正確には557.7ナノメートルである。その後、1925年にこの光が酸素分子から出ていることが発見された。酸素原子の出す光も1930年に同定されるなど、オーロラの元となる気体の大部分が判明していき、 大気の上層の蘇生もまた判明していった。ドミニク作戦アイスターフィッシュプライム実験で発生したオーロラ。1962年7月。やがて文工学と磁気嵐の研究は進化するとともに専門化していった。事実上、20世紀半ばの時点では、オーロラの分布や動きに関する研究は全くと言って、いいほど進んでいなかった。 水素原子の光を同定したガルトラインが1947年に全天カメラを考案しており、国際地球観測年の委員長シドニー・チャップマンは、極地全域で全天カメラを撮影することを計画した。さらにチャップマンは、全天カメラ研究が一段落ついた1965年頃に人工衛星から写真を撮ることを提案し、これも講述するように実現した。 国際地球観測年ではロケットを2台、オーロラの光っている区域へ打ち込み、強力な電子ビームがあることも分かった。人工的にオーロラを出現させる実験もこの頃に実施された。最初の実験は NASA によって1969年に行われた。しかし、この実験以前にも大気中核実験により気せずして、人工のオーロラが発生したことがある。 フェルドシュタインは、オーロラの発生する地域を1963年に初めて確定し、環状になっていることを突き止めた。太陽から見ると、オーロラの管が固定されていることも発見した。アカソフ俊一も、前天カメラやジェット機からの撮影によりオーロラの管の存在を示し、フェルドシュタインと共に1971年、発表したものの指示されなかった。しかし、 カナダのアンダーが人工衛星 ISIS2 によって実際に艦を撮影するとこの主張は受け入れられた。地球の夜側にプラズマシートが形成される。太陽からは太陽風と呼ばれるプラズマの流れが常に地球に吹き付けており、これにより地球の磁気圏は太陽とは反対方向、つまり地球の夜側へと吹き流されている。太陽から放出されたプラズマは 地球磁場と相互作用し複雑な過程を経て磁気圏内に入り地球磁気圏の夜側に広がるプラズマシートと呼ばれる領域を中心としてたまるこのプラズマシート中のプラズマが何らかのきっかけで磁力線に沿って加速し地球大気へ高速で降下することがある大気中の粒子と衝突すると大気粒子が一旦冷気状態になりそれが 元の状態に戻るときに発光する。これがオーロラである。発光の原理だけならば、オーロラは蛍光灯やネオンサインと同じである。プラズマシートが地球の夜側に形成されるため、オーロラは基本的に夜間にのみ出現するものである。しかし昼間にもわずかながら出現することがある。どのようにして太陽風が地球の磁力圏に入り込むのか。 なぜプラズマは特定の部分に溜まるのか、何がきっかけで加速されるのかなど、発生原理の寛容な部分についてはいまだ統一した、見解はない。最も有力な説は、入り込む理由や加速される理由を、地球の磁力線が、反対向きの磁力線とくっつくことに求める説である。オーロラが突如として一気に広がる現象を、ブレイクアップという。日本語では、 オーロラ爆発とも訳される。空から突然光が噴出し前天に広がり、色や型の変化が数分間続く。このブレイクアップに関しても、発生原因や発生過程などはあまりわかっていない。フェアバンクスのオーロラ。上部は赤、下の方は緑になっている。珍しい紫のオーロラ。大抵は月よりオーロラの方が暗い。オーロラの色は、 宇宙からの粒子が大気に衝突する際に何の成分に当たったかだけではなくどれくらいの高度でどれくらいの頻度でどれくらいの時間をかけて衝突しどれくらいのエネルギーを与えられて冷気しどの規定状態に戻ったのかなど様々な要素が複雑に絡み合って決まるさらに太陽光から特定の波長のみ吸収して起きるオーロラがあるという説もあれば冷気する際に 原子軌道から跳ね飛ばされた電子が別の原子を、冷気して、別の色を出すこともある。しかし実際には観測される色と出現する高度には、大まかに相関関係がある。なお、オーロラの色の見え方は人によってまちまちである。同じ、緑白色のオーロラが人によっては、黄緑や緑色に見えたり、ピンクのオーロラが赤色に見えたりする。太陽活動が活発な時は、 たまに、日本や中国、西洋のような低緯度地方でも赤いオーロラが観測されることがある。これは、磁力線が低緯度側に触れることや、中びク緯度地域になると、地球の丸みのために、上部の赤いオーロラしか見えないこと、オーロラの発光部分の上端が 1000km 以上に伸びることなどと関係がある。明るさはレイリーで表される。 おおよそ1700レイリーくらいが肉眼で見えるか、どうかの境目である。オーロラの明るさを照度で表すと、普通のオーロラは0.10.01ルクス、程度である。最も明るいオーロラでは、数ルクスほどになり、満月の明るさに匹敵する。ただし、満月が出ていてもオーロラを見たり撮影したりすることは、できる。形と分類オーロラの形態は、 地球の時期によって形作られ、よくカーテンに例えられる。これは、タンがはっきりしていて、ヒダがあることに由来する。タンは、飛び込んでくる粒子の限界高度が、ヒダは、磁力線の方向が可視化された結果である。カーテンの、東西の長さは、数千キロメートル、厚さは、約500メートル、タンは前述の通り地上約100キロメートル、上端は、 約300から5 0 0トルである。オーロラの活動が活発な時には、上端は1 0 0 0トル以上の高さになる。時間が経つにつれて、オーロラの形態も変化していく。オーロラの形には、バンド、コロナ、アーク、トーチ、バルジなど様々な形がある。しかし、これらは、単にカーテンのひだのサイズや、数、カーテンの歪み方やねじれ方、曲がり方のみで、 区別されているだけであり、オーロラそのものの種類が複数あるわけではない。例えばコロナ型オーロラはカーテンが反物のように巻かれ、観測者がちょうど真下に立っている時に観測される。細い線のように光っている部分を例という。この部分は、オーロラのカーテンが幾重にも重なっているため明るく見えるのである。大抵水平方向に移動する。 なおこれとは別に点滅するオーロラもあり、脈動オーロラと呼ばれる。オーロラ領域から観測される電磁波は可視光だけではない。紫外線や赤外線、さらにはオーロラキロメートル電波と呼ばれるキロメートル台の電波など様々な波長の電磁波が観測されている。電磁波以外にもオーロラは人の過帳域よりも下の音を伝えていることが1960年代から 知られている。オーロラが過聴音を発しているのではないかという点に、関しては口述。MHD 発電の原理。管の中にプラズマを流し、流れる方向と直角に磁場をかけると、プラズマの流れとも磁場とも直角な方向に電流が発生する。極域に降り注いだエネルギーの高い容子によって、電離層の吸収が高くなり、単波通信ができなくなることがある。 これを PCA というオーロラの元である太陽から流れてくるプラズマと地球磁場とが相互作用することにより起電力が生じる。これは MHD 発電と同じ原理であり太陽風と地球の磁気圏がぶつかるところで発電されている。太陽風が早く磁場が強く磁場が南向きの時は発電量が多い。この 発電所の出力はおよそ10の12乗ワット、出せる電圧は数百キロボルトであることが推定されている。太陽の活動が活発な時はおよそ10の14乗ワット、出力できることもわかっている。オーロラが光るぐらいの高さは、電離層という領域である。この層では、文字通り、太陽の出す紫外線や X 線によって、大気成分の一部が電離している。 つまり、電流が流れやすくなっている。オーロラを発生させる粒子が降ってくると、大気はさらに電離し、蒸気の発電所を含む回路ができる。そして、オーロラが明るい場所を、主として、電流が流れるのである。なお、全室の電力と、電圧から、電流はおよそ数百万から数千万アンペアと、算出されるが、オーロラの中を流れる電流はそのうちの、 数百万アンペアである。ファラデーの電磁誘導の法則からわかるように、電流が流れると磁場が変化する。オーロラ電流による磁場変化を読み取ることにより、極地にいなくてもどれくらいのオーロラ電流が流れているか算出することができる。ただし、電流の強さとオーロラの明るさはおおよそ比例する程度であり、完全に比例するわけではない。 オーロラが引き起こした電磁場の変動により被害が出たこともある。例えば磁場の変動により変電所の変圧器に誘導電流が流れて壊れ、その結果停電が起きたり、パイプラインに誘導電流が流れて腐食したり、電書バトが正しい方向へ向かえなくなったりしたことがある。またオーロラの電流が通電する電離層は電波が伝送 反射する領域でもあるため、オーロラとともに、電波障害が起こり、航空機と空港の間で、無線連絡が難しくなることもある。さらにオーロラの電流により、電離層の大気が、誘導加熱され、熱も出る。蒸気のオーロラ発電機の出力はこの熱から、算出されたものである。オーロラの熱が、赤道近辺まで届く、大気振動を起こしていることもわかっている。 オーロラの熱が水平方向に伝播して気圧配置に関わる可能性も指摘されているがあまり研究は進んでいない。オーロラに伴って発生した熱によって大気が膨張しそこへ人工衛星が突入することがある。大気の密度の違いによって膨らみに突入した人工衛星の軌道が変わり墜落したことも何度かある。オーロラ帯は 地磁気局を中心とする楕円である。青点は、北極点赤点は、地磁気局オーロラは完全な両極点近傍ではあまり観測されない。地磁気の緯度で言えば、昼側では75度を中心として、およそ77度から78度のあたり、夜側では65度を中心として、およそ68度から70度のあたりに、 地球の磁極を取り巻くドーナツ状の領域に発生する。オーロラの発生している領域をオーロラオーバルと呼ぶ。昼夜を平均すると地時気の緯度でおよそ60度から70度のあたりにオーロラがよく発生するので、この領域をオーロラ帯という。この領域にオーロラが発生するのはオーロラ発光の原因であるプラズマ粒子がほぼ磁力線に沿って動く性質を持って、 いるからである。オーロラを起こす粒子の主な供給源は、プラズマシートであり、ここから粒子が地球電離層まで磁力線に沿って侵入すると、このドーナツ状の領域にたどり着く。よって、オーロラ帯で、オーロラが発光しやすいのである。オーロラの活動が活発な時、オーロラオーバルは大きくなり、より低緯度側に現れる。アラスカのフェアバンクス。 カナダのユーコン順州のドーソンシティとノースウエスト順州のイエローナイフ、スウェーデンのキルナなどがオーロラがよく見られる場所として有名であり、多くの観光客や写真家が訪れる。1980年代に開始された人工衛星による観測で、まるでオーロラベルトの直径を示すかのように夜側から昼側へ伸びる形のオーロラが発見され、その形から シータオーロラと命名された。南極と北極でオーロラの形や動きが同調しているオーロラは北極と南極で同時に同じような形態で発生することが知られている。これは同一の磁力線に沿ってオーロラを起こす粒子が同時に降下するからである。このように同じ磁力線でつながっている地点を強約点という。協約点は地時気の経緯度が同じである。 オーロラ帯の下にあって、地磁気の緯度が同じで、なおかつ南北ともに陸上である地点は、かなり限られている。1970年代頃、日本の昭和基地の協約点は、海良く陸上であるアイスランドのレイキャビーク付近に、あったので、1980年代にアイスランド大学と協力して、昭和基地とアイスランドでの同時観測を開始した。その後、2010年には、 昭和基地の協約点はアイスランド島から外れてしまったが協約点観測は2013年まで続けられているこの観測の結果同じような形態のオーロラを観測することもあったらしいが形態の異なるオーロラを観測することもあった協約点でなぜ異なるオーロラが発生することもあるのかについては未だ解明されていないオーロラは 地球の高緯度地域だけで見られ、主に冬に、特に寒い日によく見られる。しかし前述の通りオーロラは、大気圏上層で起きる現象であり、地上の気温は関係ない。高緯度地域で現れやすいのは、地球のオーロラ帯がたまたま高緯度地域にあるからである。夏にあまり見えず冬に見えやすいのは、高緯度地域の極夜および白夜によって、空が暗くなるからである。 寒い日に見えやすいのは、晴れた日には放射冷却が起こるので、オーロラが綺麗に見えるような快晴時は寒くなりがちだからである。多様な出現形態を持つオーロラという現象全体を見ると、出現時間も多様である。オーロラは、肉眼で見えづらいものを含めれば、一晩中観測することができる。統計的には、夜12時に近いほど見られやすいということがわかっている。 例えばアラスカでは、ブレイクアップは夜10時から翌3時までの間に起きやすい。ブレイクアップそのものは、普通お,およそ2から3分で終わるが、その前もその後もオーロラを見ることは可能である。オーロラ帯における典型的なオーロラの出現パターンの例を挙げると、夜21時や22時頃から極側に、かすかなオーロラが見え始め、 それが次第に低緯度側へ拡大し西の方へ広がっていき弱い場合は東の方から消滅していくが強い場合はブレークアップに伴う鮮やかなオーロラが一時的に現れた後弱いオーロラが継続し翌朝6時頃明るくなるに伴い消滅していくただし例としてオーロラ帯にある南極昭和基地における1957年冬の 観測例を見ると、1時間程度で終わってしまう場合も、あれば8時間続く場合もあるし、弱いものが続く場合もあれば、強弱変化を繰り返す場合もあり、深夜3時になって出現し始める場合もある。また程度で、オーロラが多発した時期にあたる1957から1958年の日本での観測例を見ると、 おおむね夜18時から21時に出現しその日のうちに消滅するものが多く、時間は数分の場合もあれば数時間続いた場合もあった。また、極域全体を傘のように覆う形状の弱い光を放つオーロラの例では、強弱を繰り返しながら、日をまたいで数日間以上継続する場合がある。最もオーロラが見える頻度が高い地域では、 一年に250日くらい見える。つまり、白夜ではない夜ならば、ほぼ毎日見られる。1日のうちで、オーロラが光ったことを、カメラ、肉眼で観測した時、オーロラが一回出現したこととすることが多い。地北が西半球にあるので、同緯度では、北米より出現回数が少ないが、日本でもオーロラを観測できることがある。 太陽の活動が活発な時期には、北海道や新潟で頻繁に、肉眼では観測しづらいが、赤いオーロラが出現する。北海道で、北の空を染める赤いオーロラを見た住民が、山火事と勘違いして、消防車が出動した記録もある。また、新潟県で、日本海上空が赤く輝く様子を見て、第9管区海上保安本部が火事ではないかと、 巡視線を出す騒ぎになったこともある。さらに、肉眼で見えないものも含めれば、比較的低緯度にある日本においても、磁気嵐の時にはオーロラが、比較的頻繁に起きていることもわかっている。北海道の陸別町は1989年10月に、オーロラが出現したことを契機として、オーロラを観光資源の一つとしている町である。町域にスーパーダーンの、 短波レーダーがあるほか、道の駅オーロラタウン93陸別がある。南極の昭和基地は、オーロラ隊の真下にあり、オーロラがよく見られ、ロケット、衛星、地上工学機器、レーダーなどを使った観測が行われている。第一次越冬隊では徹夜でオーロラを普通のカメラで、撮影し、変線や角度をメモするだけであった。その後研究設備が充実するにつれ、 レーダーや磁気計や全天カメラによる自動観測を行ったり、オーロラが発光している空域へロケットを打ち込んだりしている。見られる機会が非常に少ない現象ではあるが、日本語では古来、石器という名前がついていた。くれなという記述もある。最古の記述は、日本初期まで遡り、水戸天皇の統治時代である百二十年十二月三十日には、 天に赤毛があり、その形は木地の尾に似ていた。長さは一畳余りであった。という記録が残されている。日本のような中緯度で見られるオーロラは赤く線形の構造を示すものであることから、木地画を広げた形に例えたものと推測される。当時の日本の磁気緯度は、現在よりも10度ほど高かったため、大規模な磁気嵐が起これば、日本で、 オーロラが見えても不思議はなく、新月で月明かりもない、真っ暗な夜空は、オーロラ観測にとって、好条件であり、特に線形オーロラは、真夜中前に出現し、際立って明るいものであるため、空に現れた巨大な扇は、人々の印象に残るものだったと思われる。最も観測しやすかったのは1200年頃とされ、藤原定家の赤月期では、 1204年2月21日に北の空から赤毛が迫ってきた。その中に白い箇所がこ個ほどあり、筋も見られる。恐ろしいことだ。と、オーロラのことだと推定される記録が残されている。本能寺の変で、織田信長が倒れる1582年には、日食や大水星と、並び京都付近でやはり、空が赤くなる、現象が発生し、立ち入りさ教助。 入道サ崎やルイス・フロイスの日本史に記録、報告されている。さらに1770年9月17日に出現したオーロラはおよそ40種の文献に登場しており、北海道、品ノ国また、非全国でも観測されたという記録が残っている。日本では明治期から石器という言葉ではなく極光やオーロラが使われるようになった。 知らせの部は1912年3月に南極から帰る際に現れたオーロラをスケッチし、報告書、南極に残している。日本社会へは1934年に開始された南極海での捕鯨により、オーロラが少しずつ紹介され始めた。1958年2月11日には天候に恵まれたこともあって、北陸から関東にかけて赤い一部では、 脈動や黄色も見られるオーロラが出現した。ちょうど国際地球観測年にあたる1957年から、気象庁は各地の速攻所へオーロラ観測を命令していたため、この日は長野県、東北地方、北海道などでも観測された。オーロラが出現した日は、世界中で電波障害が起き、ヨーロッパでもオーロラが見られた。1989年にも、 北海道や東北地方などで肉眼で見えるオーロラが出現した。2000年4月7日には北海道陸別町で 4.2kr のオーロラが観測された。オーストラリアで撮影された写真。日本ほどの低緯度でオーロラが観測される時もこのように山際が赤黒く染まる。太陽活動とオーロラの活動には深い関係がある。 太陽風の磁力線と地球の磁力線の再結合、そして夜側の磁力線の再結合により、オーロラが起きる。オーロラの活動と太陽の活動は連動している。オーロラの原因となる太陽の活動としては、太陽フレアの発生、突発的なコロナ質量放出により放出された、コロナの地球時期圏への衝突、高速の太陽風が噴出する。 コロナホールの生成の3つが挙げられる。この中でも特にコロナホールは数ヶ月の間ほとんど同じ場所で継続するため太陽の自転周期を計算するだけでオーロラの活動の予測ができる。またコロナホールは黒点のピークの年から数年経った後、つまり黒点周期の後半に多く生成する。旅行会社は 国天周期の11年ごとに、オーロラの当たり年、オーロラ再生期などとして、オーロラツアーを組むことがある。過去のオーロラの変動に関して、複数の報告から1500年から1948年の北半球中緯度における、オーロラの年間観測日数をまとめた研究がある。これによると、日数変化は、太陽活動との相関性が高く、 太陽国点数のグラフに似た変動をする。16世紀17世紀の間は、年間数日から10日程度であったものが1710年頃から増え始め、1730年頃に約50日のピークに達した後、1760年頃に数日程度とそこを打った後再び増加、1790年頃には100日近くになる。 1810年頃には1日程度に急減して、そこを打つが、その後再び数十か程度に増加、19世紀後半は50から100日程度を推移し、1900から1910年頃10から20日程度に減少した後、20世紀前半は40から80日程度で推移した。2000年代後半は太陽活動の低下に伴いオーロラの活動低下が、 報告された。例えば、フィンランド気象庁は、2005年から2010年の、オーロラが、それまでの100年間で最小だったと報告している。ただし、ピーク以外でもオーロラが出現することがあり、たとえ黒点の数がゼロになっても太陽に、コロナがある限り太陽風は吹き、ある程度のオーロラは出現する。地球の地磁気は、北極が、S 極、南極が、 N 極になっているため、磁力線は南から北へと向かっている。そのため太陽風の磁場が南向きの時は、太陽風の磁力線と地球の磁力線が再結合し、プラズマは磁気圏の中へ磁力線をたどって侵入できるようになる。つまり、太陽からやってくる磁場が南向きの時は、爆発的なオーロラが発達しやすく、 逆に北向きの時は静かなオーロラが出やすいのである。ただし1980年代にはより多くのプラズマで地球の磁気圏の中が満たされるのは太陽風の向きが北向きの時であるということが判明した。その原因は地球磁気圏と太陽風の間ではケルビンヘルムホルツ不安定性によって渦が発生していることからこの渦によりプラズマが 地球磁気圏へ混ぜ込まれるのではないかという説がある。太陽風が早いと、地球の磁気圏がより引き伸ばされ、夜側でも、磁気リコネクションが起きることがある。磁力線は、リコネクションにより V 字型になると、ちょうどパチンコのゴム紐のように急激に縮み、周りにくっついていたプラズマを、パチンコ弾のように飛ばす性質がある。磁気リコネクションによって、 プラズマ粒子が磁力線をなぞるように両極へなだれ込み、オーロラが出るのである。リコネクションとオーロラの因果関係は未だ認められていないものの、相関関係は認められており、プラズマの加速理由を次期リコネクションに求める説は、数十年来続くオーロラ発生機構の議論の中では最も有力な説である。ハッブル宇宙望遠鏡が捉えた土星のオーロラ。 地球以外の惑星でも南北に同じようなオーロラが現れる。オーロラは紫外線、土星本体は可視光で撮影。アニメーションで見るオーロラは地球に限らず、これまで火星や金星、木星、土星、天皇星、海洋星でも観測されており、大気と固有の磁場を持つ惑星ならばオーロラが出現する可能性があるとされる。逆に言えば、 月と水星にオーロラがほぼ出ないのは月の大気も水星の大気もほとんどないに等しいためである。2004年8月14日にマーズエクスプレスが搭載するスピカムにより火星でもオーロラが観測された。場所は火星の統計177度内52度周辺。広がった時の大きさは 30km で上空およそ 8km に出現した。 マーズグローバルサーベイエアーが収集したデータにある、近くの磁力が異常な地帯と比べて分析したところ、出現した場所は磁場が一番強いところだと判明した。この関係が示唆するのは、やはり、オーロラの光は、電子などが磁力線に沿って動き、火星上空の大気を冷気させた結果だ、ということである。ただし、金星には固有の磁場はないにもかかわらず、 夜側にぼんやりとした形の定まっていないオーロラが出る。近年の観測により、金星には引き伸ばされた磁気圏があって、それに伴い磁気リコネクションが発生していることが分かり、オーロラの原因を説明できるのではないかとされている。木星と土星の磁場は地球と比べてかなり強く、どちらも強磁場により生じる放射線体を持っている。 ハッブル宇宙望遠鏡により明瞭なオーロラが観測できる。木星のオーロラオーバルは地球3個分の大きさであり、エネルギーは地球のオーロラの1000倍ほどである。これほど強力なオーロラが出る理由は木星の磁場が強いことも挙げられるが、それ以外にも木星の衛星、とりわけ活発な火山を持っているよオも強力な発生源の一つとして挙げられる。 イオの火山活動によって吹き出したようや、酸素のイオンが木星の磁場圏を満たしているのである。なおオーロラの色は木星の大気の水素を反映したピンク色になる。天王星のオーロラは赤道付近に出る。これは軌道面から98度傾いている地軸周辺に天王星の地軸軸がなく、地軸からさらに60度ひっくり返っているところにあるためである。 地上約 100km よりも上空でオーロラは光っている。時期嵐の時に現れるような強いオーロラが稀に音を発したという話が古くから数多く存在しており、その実在をめぐって議論が行われている。このオーロラの音は聞こえるとしても非常に稀であり、強いオーロラが出ても何も聞こえないことも多い。同時に多くの人が聞いた例もあれば、隣同士にいて、 一方にしか聞こえなかった例もある。多くの体験者はこの音がその目に見えるオーロラの動きと同調して変化すると主張しており、音波の電波による時間的遅れはほとんど見られない。音はバチバチや歯音、絹ずれにしばしば例えられる、シュー、ヒューといったノイズ音が代表的である。ノルウェーの天文学者イエルストループは1926年に 体験したオーロラの音を、ネイチャー誌で次のように表現している。黄緑で線形の、それ、イコールオーロラ、が、上空で天頂から下向きに波打ち、それと同時に我々二人ともが非常に興味深い、かすかなヒューという音に気づいた。はっきりと波打つ、それは、そのオーロラの振動を正確に追っているように思えた。一方で、日本の南極観測隊、 第一次越冬隊の隊長である、西堀栄三郎は、自身の式の中で以下のように記している。3月2日。夜は、素晴らしいオーロラを見た。東北の空から西南にかけて、ほとんど前天に乱舞している。木星と共に、実に美しい。頭上をうねりたくるドンチョウが風で揺れるがごとく。気味が悪くなる。恐ろしいようだ。 何の音もしない、静かな夜だが、ものすごい音を立てて動いているような錯覚に陥る。オーロラの音に関してすでに、ローマ時代のタキトゥスのゲルマニアにも、それを表しているともされる記述があるが、科学的な議論は19世紀末から活発になった。この音の原因に関しては、主観的現象であるとするものや、 外界の物理的実在であるとするもの、またオーロラが何らかの関わりを持つとするものや、関係のない音とするものなど、様々な説が提出されてきた。しかし現在でも原因は、はっきりしておらず、装置で記録された明確な証拠も得られていない。例えば、人の耳ではいつでも小さな耳鳴りがしているが、静寂の中でこうした音に気づくだけだとする説が、古くからある。 また、外界の物理的な音ではあるが、オーロラとは関係なく、摂氏40度のような低温で呼気中の水分が、凍って、氷の粒子が衝突することによる音であるとする、主張もある。逆に、音はオーロラに関係するものの主観的なもので、オーロラが、網膜の広い範囲を同期して刺激することで、視覚情報が聴覚へと漏れ出す一種の、共感覚的現象ではないかともされる。 ただし例えば、19世紀の探検家オギルビーは、オーロラの音が聞こえていた探検隊のメンバーを目隠ししても、オーロラが活発になったほぼ全ての瞬間に対応して反応したとしており、これらの説は必ずしも証言をうまく説明するものとはなっていない。オーロラが人の耳に聞こえないような 20Hz 以下の過剰化音を伝えていることは1960年代から知られており、 これはオーロラから直接伝わってくる音波である。耳に聞こえる音もこうしたオーロラからの直接の音波ではないかともされる。しかし、こうした音はオーロラから届くまでに数分の時間がかかり同調して変化するという証言に合わない上、1Hz かそれ以下で顕著なものであり、いくらか高い周波数、例えば 40Hz では地上に届くまでにエネルギーが1、1002まで減衰してしまう。 キルナのオーロラ。カナダの天文学者、クラレンス・チャントは、20世紀の初めより、学術雑誌上で、オーロラの音に関する多くの情報を集め、1923年には、音が、ブラシ放電による、コロナ音の可能性が、最も高いと結論した。この考えは1970年代にこのオーロラの、音を、最も精力的に調査した。 シルバーマンラによっても支持されている。晴れた日の明けた地面には1メートルあたり100ボルトの静電場があるが、オーロラがあるとこれは時に1000 10ボルトマイメートルにまで上昇する。この説ではこの時観察者のそばの木の小など、尖って電場が強くなるところからの放電が音を発生させているとする。こうしたブラシ放電の音は、雷雲が接近した山中や、 湿気が多い日の高圧送電線でも聞かれることがあるものである。ただし、オーロラの音においては、セントエルモの火のような放電に伴う光は観察されておらず、またこの説は同じ場所にいた一部の人にだけ聞こえたという事例を説明できないという問題点が指摘されている。対して、オーストラリアの天文学者、コリンケは、オーロラの音は電磁波音ではないかとしている。 K は巨大な流星が流れるのと同時に稀に音を立てると言われる現象に対し1980年に過調域周波数の電波が何らかのトランスデューサーとなるものを介して音波になるのではないかとの説を唱えていた。こうした電磁波から音波への変換による音が電磁波音と呼ばれる。K の実験ではピーク間イメートルのキロヘルツの 電柱の振動があれば、髪の毛や、メガネなどを介して一部の人は、こうした音を聞くことができるとする。こうした極超超波、超超波の電波は、実際衛星や、地上の測定で確認され、録音されている。一方で、シルバーマンラは、K の議論で必要とされる電波は大きすぎ、不合理であるとしている。一方、オーロラの音波を直接録音しようとした試みは、 はっきりとした成果を上げていない。アラスカでは1960年代に録音が試みられたが、太陽の活動が不活発な時期にあたっていたこともあり、成功していない。2000年からはフィンランドのライネラが音声記録と低周波の電波の測定実験を行った。最初の録音は2000年に行われたが、不完全なものだった。 2001年の一番のデータだけからの解析では、オーロラの活動が活発な時に音波の変動が大きくなることが示され、また音響記録と地時期の変動との間で時間遅れのない相関が見出されたとしている。しかし、電場との相関はなく、記録された音がオーロラの音と同じものなら、局所的な電場あるいはその変動がオーロラの音の原因とは考えにくく。 これは、ブラシ放電や、電磁波音という説明が成立しないことを示唆している。2011年、ライネラはオーロラに伴う複数の音を3つのマイクで同時観測し、2012年、音源は約70メートル上空だとする分析を発表した。それによると、これらの微小な課長音は、オーロラと連動しており、 おそらくオーロラを生じさせているのと同じ粒子の流れによるものだという。音が鳴る仕組みは依然解明されていない。オーロラの音とされるものの中には、実際には、複数種類の別の現象が含まれていると予想される。ラインでは、録音例について、幻聴、錯覚、ノイズなどではないと強調している。オーロラの発生原理に基づいて、状況を人工的に再現すれば、 人工的にオーロラを発生させることができる。実験室の中でもオーロラを発生させることができる。1969年から1970年代にかけてロケットに電子銃を乗せてオーロラが出る高度で発射する実験が行われた。この実験により電子ビームは南北半球を磁力線に沿って往復してもエネルギーをほとんど失わないこと。 磁力線の長さと形は算出、予想の通りだったことが分かった。電離しやすく、色がある程度はっきり出る物質をロケットに積み込んで、上空約1 0 0トル以上の空域で、トレーサーとして巻けば、人工オーロラが出る。使われる物質は、最初期の実験ではナトリウム、その後はより残留する明るい物質として、セシウム、リチウム、ストロンチウム、バリウムなどが、 また、蛍光物質も使われることもある。最も良いトレーサーは、バリウムの蒸気が太陽光によって、共鳴散乱してできる雲である。このバリウムの雲は、赤色と黄色の2色で輝いてから緑色に変わるものと、紫色から青色に変わるものの2種類できる。普通この実験は、オーロラの仕組みを調べることよりも、上空の風や、電磁場を調べるために行われる。 電離するためには太陽光が必要であり、なおかつ人工オーロラの光は太陽光にかき消されるほど弱いので、実験は大抵翌や明け方に行われる。赤道付近で人工オーロラを発生させると、赤道付近は磁力線が地面とおおよそ平行になっているため、横長なオーロラが出現する。人工オーロラの実験を行うビルケランド。磁石を真空中に置き、 プラズマを当てる。ノルウェーの物理学者、クリスチャン・ビルケランドは19世紀末、人工オーロラの発生実験を行った。まず真空状態にした箱の中に、蛍光塗料を塗った中空の鉄球を置き、そこへコイルを入れ磁場を作った。そして同じ箱の中に電極を取り付け陰極とし、電子を鉄球に当てると、鉄球が、陽極になって光らせることができた。 この装置により、ビルケランドは、電子が、地球のどの辺りに当たるのか推定した。大きな長方形の真空ガラス箱内の一方に、B 教授が、テレラと命名した休憩の電磁石が吊り下がっており、他の一方には、陰極が挿入されていて、そこから、強力な陰極線が発射されると、その一度の電子の流れは、休憩磁石の磁場のためにその経路を暗曲され、 玉の磁極に近い数点に失注して、そこに傾向を発する。その実験装置のそばに、僧侶のような黒ずきんをかぶった B 教授が立って説明している。この放電のために特別に設計された高圧直流発電機の低いうなり声が、隣室から聞こえてくる。B 教授の詩、寺田虎彦この装置の原理を使った、オーロラなどのプラズマ現象を再現できる。 中高生向けの教材がある。他にも2012年現在、同じ原理のオーロラ発生装置がある科学館は、日本に何カ所かある。また、飯田産業と大阪市立大学は、大型のオーロラ発生装置を開発して、江ノ島アイランドスパに設置し、さらにその後その改良系を、上海万博に出展した。ありがとうございます。